統合参謀本部副議長の旗、アメリカ統合参謀本部副議長は、アメリカ軍における軍人のポストの一つ。1986年のゴールドウォーター・ニコルズ法によって創設された、統合参謀本部議長に次ぐアメリカ軍第2位の軍人である。統合参謀本部副議長に関する規定が置かれているのは、合衆国法典の第10編第1部第5章154条である。 同条項によれば、副議長は大統領によって任命され、上院の助言と承認を持って就任することと定められている。同項によれば、副議長に任命される資格を持つのは、現役任務についている軍人の士官であり、議長とは別軍手が望まれている。さらに、同条項には副議長は、その在任中大将の地位を保持すると定められていることから、副議長には、 現役の陸海空軍内視は、海兵隊大将の中から選任されるか、中将が承認と合わせて捕食されることになる。ただし、現在まで11人の副議長が就任しているが、第3代のウィリアム・オーエンズ副議長を除く10人は、全員がすでに大将に、承認済みの召喚であり、他の大将ポストからの横滑りである。これまでのところ、陸軍軍人が就任したことがない。 任期は2年であり、3期まで再任できるが、戦時には制限がない。統合参謀本部副議長の主な任務は、議長不在の際には、副議長が統合参謀本部を統括し、議長の義務を代行する。ありがとうございます。